リニア中央新幹線のトンネル工事をめぐる県の専門部会が昨日開かれました。議論が平行線をたどっていたボーリング調査について部会は調査を容認しました。本日JR 東海にはですね、これまでの先進ボーリング等によって得られました、結果の考察、それから今後の計画について、説明をしていただくことになります。リニア中央新幹線のトンネル工事に伴う水資源などの課題を議論する県の専門部会、川勝前知事の辞職以降初めての開催です。今回は議論が停滞していたボーリング調査による水資源への影響やリスク管理などが話し合われました。異常が起きた場合に調査を中止することも含め、専門家に相談するなどの JR 東海が示した対策を受けて、部会側は調査を容認しました。基本的に科学的、工学的な観点から、リスク管理ができると、結論されたというふうに理解しております。一方、この会議をめぐっては、大井川流域の市長から厳しい意見が飛んでいます。私個人の提案として聞いていただきたいんですが、やはり今ある専門部会は一度解散廃止していかないと、47項目を引きずったままでは仕切り直しもできやしないと思って。これに対し県は真っ向から反論します。私どもとするとですね、専門部会があったのでの疑問点が浮き彫りになってですね、まだモニタリングの議論等もございますので、当然ながら専門部会というのは必要だと思っております。県はボーリング調査について関係機関の意向を確認して最終的に判断したいとしています。